どうもチャメンチャンネルの伊藤です。今日もペナントレース OB 企画やっていきたいと思います。今日のお相手はジンさんですね。よろしくお願いします。はい、ジンさんの先発は野村雄介さん、私の先発は初先発杉内さんですね。よろしくお願いします。はい、ということでカープとの7回戦やっていきたいと思います。ではジンさんの説明をさせていただきます。ジンさんは、18歳の大学生で、最高打率7割6厘。みんなちょっとおかしくない？みんななんか最高打率7割6割7割がステータスみたいな感じになってないですか？おかしくないですか？最高階級は宮廷。ここは私と一緒なんですけど、いかにランクがやり込みゲーか分かるですね。私でも宮廷に行けるんで、ちょっとまずいですね。で、リボンは7、あぶねー、リボンは7つ、えぐすぎ。しかもカープの煽りも2つありましたよね。ちょっとこれ杉内さんじゃ抑えられなさそうなんですけど、まあでも行くしかないですね。もうこの先発江川さんとかの枠だったんですけど、さすがにもう通用しないんですよ。いや、うまい。無理か、これ無理だな。変えます。試合にならない可能性が出てくるんで、マシマシのね、ちょっと浪費がえげつないんですけど、2点以内に抑えれたらバンバン歳のルナちゃんって感じですかね。あんま詳しくないですけど、めちゃめちゃ可愛いですよね。バンバン歳さんはね、YouTube 見たことはないですけど、ルナさんとなんかギシ君、危ないと、あ、ちょっともう一人の女の方が分かんないですね、名前が。ちょっと予想っすけど、タカ子とかじゃないですかね、多分分かんないですけどね、多分タカ子で。えぐいっすよね、もう200万人とかいるんですかね。チャンネルなんてね、5000人ですから。5000人なのに5000人いる感じがしないんですよね。なんか1000人ぐらいのとこからあんまりなんか変わってないんですよね、ずっと。悲しいからね。ちょっと待って、止まらないんですけど、ドンストップ陣状態なんだけど、これおい、これはアウトでしょ。まあこちらはね、強力打線があるので、なんとか強制されなければワンチャンあるんで。で、ジンさんが、カープ純正を始めた理由は、カープが好きなこととスピリーグが開催されるときに、広島の強投手が揃っていたためということで、まあ、スピリーグね、いきなり2021年の夏頃に、まあ、いきなりなんかそんなあんのみたいな感じで始まったんで、純正をあまり組めてない方がいたんですね、最初の年は。そこで無理やり組んだカープ純正、まあ、組むとしたらカープかなみたいな感じだったんですかね。さあ、いきます。野村雄介さん、これ TS かな。あ、スピーカー1000、え、BCM のやつかな。 OK ですね。今気づいた方いるかもしれないですけど、ヘラルドパーラさん、ベラルトだと思ってたんですけど、ヘラルドパーラさんをスピーカー3回して4100にして、この企画に急遽持ってきました。っていうのもめっちゃ使用感いいんですよ。嘘でしょ。ちょっとゲッツーが多すぎるんですよね、私。どう、あー、ファールか。で、ちょっと打順も何本か変えてきました。安倍晋之助さん、通称ゲッツー製造機、かなり下位打線の方に下げました。超えない？いやー、ダメかな。まあ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 、まあ、まあ、2点に抑えれてれば。で、仁さんの好きな選手は西川龍馬さん。いや、かっこいいですよね。自分も先日挙げた次の2026年WBC に、選ばれる新規選出選手予想、噛みましたけど、予想という動画でですね、広島枠で、西川龍馬さん挙げさせていただきました。なんかソフトバンクの上林くんとなんとなくなんか似てるよう、似てないけどなんか似てるというか、なんというか形がなんか似てないですか。天才派手というか、バットコントロールの神みたいな感じがなんか似てる気がするんですよね。っていうのもあって選出させていただきました。まあちょっと怪我が多かったり、手術もしてるので、結
そこら辺がね、かなり今後の選手生命的にどうなんだろうっていうのはあるんですけど、間違いなく1年通して出れば活躍する選手、計算できる選手なのかなと思ってますね。さあ、いい感じで抑えてますね。カープ純正の方はやっぱ1番堂林さんかメヒアさんのイメージがありますね。いいですね、ちょっとスプリットを意識させれてるのかなと思ってるんですけど、どうですかね。 OK。 さあ次の回まず同点いきましょう。クロマティ絶好調なんで、あ、結構えぐいな。スピカイ線はもう愛ですよね。はいはい、それをなんかシンカーみたいな使い方をしてるってことですね。あ、うまいわ。何してんの。やばい、ゼロ点はまずい。もう前回のね、もう先日からかなり調子が下がってきてるので、ナイスバッティング。これね、この企画あまり伸びてない企画なんですけど、視聴者さんで勝数とか打率計算してくださってる方がいるので、もうありがたい話ですよね。なんとか打率もしっかり上げていきたいところ。ここ1点取らないとなんか次の回引き離されてしまいそうな気がする。いいんじゃないですか。 OK、 1点返しました。まずね、同点、まあわよくば逆転ホームラン。ツーシームを意識しつつって感じですかね。抜けて、いや、あれボールなのかな。この回かなり鬼門ですね。2、3、4、マシソンのスタミナがまだありますね。マシソンにかけるしかないですね。で、ジンさんの、趣味がですね、筋トレ。もしかしてマッチョマンですか。抜けんの。筋トレが趣味。うちのメンバーのヤマハ、プロスピは一応カープ純正でやってて、めちゃめちゃムキ、まあ、ボディービルの大会でも出たことあるんですけど、多分話が合うんじゃないですかね。もしよければ、チャメンチャンネルの生配信遊びに来てください。うまい。まずいぞ。タイピンが出ない。タイピンが出ない。マシソンはもう何でもない。だって疲労してない？あ、まだギリいける。うまい。抜けないで OK。 さあ、ここゲッツが欲しいところ。金本の兄貴、うわ、疲労してるな。疲労が刺さったりする可能性もあるんで、ここで変化量がよくわからない感じのスライダーで OKOKOK。 超タイピンの疲労してる状態のスライダーどうですかね。落ちないスプリット、うまい。超えないで、超えないで、超えない。ライドラ、ライドラは超えていく。いやー、変えるしかないですね。ラッキー桜井いくか。超タイピン序物桜井俊樹。変化量マイナス1、逆に刺され。うわー、見るか。オッケーオッケーオッケー。球自体が結構遅いのでタイミングはずらせるんじゃないかなと。ナイスボール。素晴らしいボールだ、桜井さん。オーケー、詰まらした。ナイス、素晴らしいね。で、ジンさんもですね、この企画を通して初めて絡ませていただいて、もうね、この企画の醍醐味というか、そこはやっぱあるんですよね。今までの視聴者の方以外にもこうやってつながることができると。で、また猛者の方ですしね、これからあのチャメンチャンネルのまあいろいろ行っていく大会とか、まあ、あとあれですね、即席トーナメントとかも含めて参加していただけることが、ね、あれば嬉しいなと思っております。下心出しております。さあ、中崎さん来ました。抑えちゃんとなんかプロ野球してる。さあ、代打立つ。バッターボックスには代打の原。ここからさよならいきますよ。
超えていくでしょ、これ。で、ジンさんの、好きなアーティストというか歌手はですね、ワニマ。ワニマでいいですよね、あのイントネーションは。いや、いいっすよね。ケンタでしょ、ケンタ。ワニマのケンタね。ともにとか、ね、そのぐらいしか知らないんですけど。いや、上がりますよね。え、マジ？なんでサードランナー帰ってないの？まずい、1点、ちょっともうちょっと一矢報いたい、せめて。あー、ナイスボール。いや、あのムービング、あの回転厄介なんだよな。タイミングが合わない。オッケーオッケー。うぅー、怖ー。よし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 、見えてる見えてる。いやー、マジで下手くそすぎ。ありがとうございました。マジで打てない。はい、ということでですね、ジンさんとの、広島7回戦は4対1でしっかりと敗北しました。しかもマシソンさん使って負けたの痛すぎる。いやー、ちょっと自分の打撃のムラがすごすぎてちょっと情けないですね。もうちょっと、まあ、ジンさんの中でも多分7割いってる方なんで4点ってかなり不調だったと思うんですけど、ね、それにそこをねチャンスとして勝つことができなかった私、さらにね、納得いかない試合とか情けない試合になってしまいましたが、ジンさんね、初めましてになりますが、こうやって参加いただき本当にありがとうございました。これからもね、ぜひチャメンチャンネルをよろしくお願いします。じゃあこれ動画終わりたいと思います。ありがとうございました。